おはようございます、今到着しました、ギバントホールでちょっとねリハーサルをやっていこうと思います。来たー、どうもこんにちは。あ、僕でした。こんな感じのホールです。フルコンサートピアノが2台並んでます。今日はねこの2台からピアノを選んでいこうと思います。おはようございます、フォルテです。シャキーン。なんと今月のね10月25日にオンラインコンサートをねやるんですけども、そのホールに来て今日はヤマハのフルコンサートピアノと河合のフルコンサートピアノどちらを本番で使うのかっていう、わざわざねそれを決めに来ました。場所は広島のゲバントホールっていうところです。でまあそこにあるホールなんですけども、もともとねここで全国ツアーをする予定だったんですけども、まあちょっと中止になっちゃってできなくて、オンラインコンサートでリベンジをしようっていう感じのホールです。で今はね席はソーシャルディスタンスで、開けております。だけどまあ当日はねここら辺は全部ね機材が来てしまうということで、まあ一応ねお客さんはね1階には入らずやる感じです。まあオンラインコンサートでここからやるって感じなんですけども、今日はどっちのピアノをね、本番使おうかなという感じで、ちょっとね皆さんその決める様子を見てください。それでは早速決めていきましょう。で今岡山からね2時間運転してきました。疲れてないと言ったら嘘になる。僕はこの前レコーディングで SKEX しげるかわいっていうね、まあピアノのこのかわいとはまたちょっと違うやつなんですけども、 SKEX っていうのを使いました。でね、まあかわいの音は結構まろやかな、まあ重低音というかボワーンっていう感じなので、ちょっとねやってみましょうか。どのくらいまろやかか、まず本番弾く予定の月の光、まろやかだけど出そうと思ったら飛ぶ、遠くに飛ぶ感じですね。でもうん、響きとしてはすごい美しいかなと思います。まろやかだけど、まあ別に音がちっちゃいわけではなくて、どちらかといったら包み込むような感じ。わかりました。じゃあちょっとね、まあ結構圧倒的なまろやかさがちょっとね極まってるかなっていう感じなので、ちょっと同じ曲でちょっとねヤマハのフルコンいきましょう。お家のピアノとやっぱ似てますね、ヤマハなんで。みたいな感じですね。どうですか。まあやっぱこっちの方がやっぱり弾き慣れてますね、圧倒的に。というわけでちょっとね、じゃあ早速ちょっとリハをちょっとしてみましょう。せっかくだったらライトもね暗くしてもらって、本場っぽいね、ピアノに。だからでもまあちょっと迷うな、あっちのピアノもいいかな、迷うな。一生懸命ちょっとこの動画ではね決めきれないかもしれないですが、ちょっと迷ってみます。というわけでね、いろいろリハしてみます。本場っぽい明かりになったと思います。ラフマニノフの鐘をドカーンとちょっと弾いてみましょう。
この同じ感じでラフマニノフの鐘をちょっとねまだ悩んでる可愛いのフルコンで弾いてみます。実施します。サイン付き CD を書かせていただきますので先行販売ですけども、その後にね一般販売される CD は販売する予定ですので、まあ大丈夫なんですけど、まあ皆さんぜひよろしければオンラインコンサートチェックしてみてください。概要欄とコメント欄に貼っておきますのでぜひよろしくお願いいたします。当日はねめちゃくちゃ最強の名曲たちを弾きまくります。楽しみにしておいてください。英雄ポロネーズも弾きます。10の1も弾きます。ラーカップでの弾きます。熱は引きます。ラフマニノフの鐘引きます。剣で引きます。めちゃくちゃ引きます。当日はピアノを使わず歌いたいと思います。見てくれ。